決勝戦は共に空手家出身のファイターによる戦いとなりました。あの今は亡きアンディ・フグさん以来の空手家の優勝、それはもうすでに決定しています。果たしてセームシルトか、それともグラウベ・フェイトーザか。長き戦いでした。ああフィデオも見つめています。その向こうには磯部師範、極真の夢が果たして現実のものになるか。2005年 K1 ワールドグランプリ決勝戦、それともリザーバーから挑戦に対するグラウベ・フェイトーザ、下がっちゃダメ、下がっちゃダメですね。グラウベ選手はセームシルトが一気に詰め寄っていきます、うん、この対戦は6月23日グランプリ開幕戦と同じカード、はい、その時はグラウベは全く何もできず、このセームシルトに敗れています。やっぱりね、事実上の決勝戦だったんですね、このグラウベがやはり力つけてるんですね、セームは本当怪物ですね、強い、こんなね、また膝、史上最強の強さを持ったね、 K1 選手だなという感じがしますよね。12戦無敗ですからね、崩れ落ちた、グラウベ・フェイトーザ意識をなくした、完全に失点のグラウベ、圧倒的に強い、圧倒的に強い、セーブシルトです、無敗の最強巨神兵、いやね、セーブシルト、いやもう